こんばんは、森です。おしおし、黒だぞ。今回は私の方で普段ショート動画でやっている、クイズ企画をやっていきます。間を空けつつ続けてるけど、長尺動画ではやってなかったな。どこかで誰かをゲストでお呼びしてやりたいとは思っているんですけどね。どうしても次元の壁が存在するのが問題です。まあそこはあんちゃんと姉御に期待するしかないな。同時に参加してくれるゲストも必要ですから、ハードルは高そうです。そんな願望はさておきまして、今回は、これまでショート動画でやったクイズの一つ、信長の野望新生 PK を使った武将能力クイズを行っていきます。基本的にはショート動画と同様の形式を取りつつ、黒にもヒント出しに参加してもらいますよ。言うておいら個別の武将の能力ってほとんど見ないんだが。だからこそいい感じにヒントが出るんじゃないですかね。それでいいならいいけども。というわけでまずは練習問題、すでにショート動画でも出している問題も含めて、特徴的な武将からやっていきましょう。というわけで第1問いきましょう。まずは見かける人も多いだろうこの人からいきましょう。まずはステータスだけです。ぶっ飛んで高いってわけでもないな。さすがに超有名武将で能力も高い人は特徴的すぎてクイズにならないですからね。とはいえこの人も知名度だけならかなり高いと思います。次のヒントいきましょう。戦法は混乱になっています。新生 PK 最強戦法の一つだな。ってことはプレイしたことある人なら見たことある人が多そうだぜ。そうですね。能力も勢力によっては重宝しそうなので上手にしている人も多そうです。お次のヒントです。特性はこのような形ですね。どっちかっていうと跳躍で活躍するタイプかな。上手にして忠誠心を上げる生命は有用そうだぜ。意外と黒も語れますね。まあこれくらいならな。シンキングタイム終了です。正解はいいなおとらでした。言われてみると納得感あるぜ。大体このような感じで進行していきます。練習にもう一問やりますか。お次はこの人です。かなりバランスの取れた能力してるな。知名度的にはどうなんだ？かなり高いはずですね。超メジャーより一回り低いというのも、ある意味で納得感があります。ふむふむ。お次のヒントいきましょう。戦法は同士打ちですね。これはエピソードに関係しているタイプの戦法ですかね。どういうエピソードなんだ？そこは戦国時代で同士打ちといえばですよ。お次のヒントに行きましょう。特性はこのような形ですね。これはあまり範囲狭まってなさそうだな。確かにあまりイメージがないものかもですね。数奇が入っているのはエピソードと言えるかもです。シンキングタイム終了です。正解は上杉景勝でした。言われたら納得感はあるな。でも大名クラスでこれなのかって感じはあるな。後半シナリオならこれでもかなり高い方ですけどね。問題の形式としてはこのような形で続けていきます。難易度は少しずつ上げていきますけどね。一目でわかるようなのは出さないって覚悟を感じるぜ。さすがにそこはそうですね。まあそのあたりはある程度バランス取っていきますよ。問題の形式を理解してもらったところで少し難易度を上げていきます。というわけで能力はこのような形です。今回はかなり能力低めだな。政務だけは伸びてますね。この中ならな、平均値で考えたらその政務もかなり低い感じがするぞ。まあこの能力の低さが、逆に知名度の高さになってる気がします。次のヒントいきましょう。戦法は早掛けですね。なんとなくだけど、早掛けって大名だけど割り振るような戦法がない人に渡されてるイメージがあるぞ。ひどいイメージですね。まあこれに関してはオイラの体感だけどな、主に2人くらいのイメージなんだけど。お次のヒントいきましょう。特性はこのような形ですね。数奇だけか。これもなかなかヒントがないタイプだな。これもリー的に何か足すとしたら何になりそうだ？正直イメージないですね。あるとしたら、人脈くらいですかね。シンキングタイムは以上です。正解は今川氏真でした。知名度はあるけど能力は低め。なるほどな。こういうタイプもいるわけですね。お次の問題いきましょう。そんなわけで能力はこのような形です。今度も能力低いな。政務すらも高くないぜ。こういうタイプだと他に誰がいたかな。系統的には近いタイプですね。お次のヒントはこちら。戦法は早掛けです。またかよ。ちなみに前の問題で黒が、大名で該当する戦法がないって話をしてましたが、この人にも該当しそうです。ってことは大名なのな。お次のヒントはこちら。特性はこのような形です。また一つだけ。しかも決起か。個人的にはこの決起、本人もですが父親のイメージがあったりしますね。まあ私は最近戦国無双5をやった影響もあるかもですが。シンキングタイムは以上です。正解は
斉藤達沖でした。連続だからこそ解けた人も多いかもな。今回はそういうのもありですね。さらにもう一問やっていきます。お次はこの方行きましょう。これまでに比べてかなり能力は高めになったな。今回で言えば上杉景勝にかなり迫った能力をしてますね。自役は少し低めですが、流れ的に言っておくと、彼も大名経験者です。というわけで次のヒント、先方は九州ですね。さすがに先方までは違うのな。先方早掛けで選んだわけではないですからね。能力にふさわしい実績というか、エピソードもある人ですね。お次のヒントはこちら、特性はこのような形です。人脈に自衛か、なんかそれっぽいエピソードってあるのか？なんとも言いづらいですね。ただトラブルが起こっても周囲に助けられた経験は複数回あります。シンキングタイムは以上です。正解は、内田秀家でした。これは答えられた人どれくらいいたんだろうな。ヒントらしいヒントはそこまでなかったですかね。大名ってだけでそれなりには絞れたと思いますが。まあそれはそうか。それではもう少し難易度を上げていきますかね。さすがに大名クラス以外からも出していきましょう。能力はこのような形ですね。知略は高めで、武勇が一つ凹んでる印象だな。新生 PK では比較的使いやすいのではないでしょうか。お次のヒントはこちら。先方は同士打ちですね。これはエピソードから、とは言えないかもですね。ただある意味で運命的なものはあるかもしれません。どういうことだよ。同士打ちって何も大名受けないだけで起こるわけではないということですよ。次のヒント行きましょう。特性はこのような形です。作望に暗躍か、小山達躍系のイメージが強くなったな。特に暗躍は完全にエピソードから来ている気がしますね。とある人物を暗殺しようとしたなんてエピソードがあります。シンキングタイムは以上です。正解は、以上でした。暗躍ってそういう意味か。これ女性パターンもあるってちゃんと頭にないと浮かばなそうだな。そのために最初にいいなおとらをやったんですけどね。次の問題行きましょう。お次はこの方です。今度はかなり武勇一辺倒なタイプだな。ただ政務級ってのも逆にヒントになりそうだぜ。ここまで低いのには何か特別な理由がありそうですよね。実際に低い理由あると思いますし。お次のヒントです。先方は威圧ですね。これは私的には納得感しかありません。当時はもちろん現代でも威圧感あるって言われそうですね。現代でもってのが気になるが、ガタイがいいとかなのかな。そういうイメージが強いですね。実際はわかりませんが。お次のヒントです。特性はこのような形です。賢人だけか。これって守りを優先する特性だったかな。イメージにはぴったりな気がしますね。むしろ残ってる資料的にこれ以外につけれないのかもですが。それ知名度あるのかよ。そこは問題ないですよ。シンキングタイムは以上です。正解は、ヤスケでした。今ある意味で一番知名度のある人だったわ。それは言えて妙ですね。確かに今年は大河ドラマも戦国時代ではないですし、話題性で言えば一番かもしれません。それでは続けていきましょう。お次はこの方行きましょう。割と平均的に近い能力って感じか。気持ち性も高めで統率低め、という点が特徴的ですかね。私的には納得感があります。お次のヒントは先方ですね。先方は足止めです。これはどうなんだ？一応エピソード由来と言えるかもですね。この方最後は戦士ですが、主を助けようとしたのが足止めとされたのだと思います。なるほどな。お次は特性ですね。特性は差配のみですね。また特性少ないパターンか。正直私的にはこれは納得感ありますね。おそらくですが初陣もしていないのでこうなるのかなと。初陣してないのに最後は戦士ってどういうことだよ。さてはてそこがミソですかね。シンキングタイムは以上です。正解は、森蘭丸でした。森蘭丸か。この人初陣してないのか。時期的にその可能性が高いと言われてますね。信長の近従として本格的に働くようになった時には、信長はすでに表立って戦場に立つ機会がなくなった後でした。仮に本能寺の変が発生せず、信長がそのまま中国地方の大毛利前線に出向いていたら、それが森蘭丸の初陣だったのではないかと思いますね。だとしたら武勇の能力とか結構高めな評価だな。そこは森家の血筋でしょうかね。父も兄も勇猛でしたし、日頃から鍛錬もしていたでしょうしね。というわけで今回は新生 PK 武将能力クイズをこのような形でやってみましたけど、いかがでしたでしょうか？
ここまでやってから言うのもなんだけどさ、オイラの印象とかイメージで、かえって間違えてないか不安になるな。そこまで変なことは言ってないので大丈夫だとは思いますが。だといいけどな、オイラへの誹謗中傷をコメントに書くのはやめてくれよな。まあそこまで不安なら次回があったら、黒には途中で答えを見てもらって、そのリアクションもヒントにしてしまってもいいかもですね。それもそれで不安はあるんだが、そもそも次回もやれるのか？それは評判次第じゃないですかね。問題的にはまだまだやれますが、今回は比較的難易度を抑えめにしたので、もっと難しい問題を解きたい人はショート動画のクイズも見てもらえたらと思います。最近はこの形式はやってないですが、過去にやっただけでも30問近くはありますからね。そう聞くと結構やったな。こういう問題作り結構好きなんですよ。機会があればまたやりたいと思います。というわけで今回はここまでにしますかね。了解したぜ。このチャンネルでは、歴史ゲームを中心に動画を投稿しているぞ。よければチャンネル登録して応援してくれよな。拡散のためにも高評価やコメントもしてくれると嬉しいぜ。X のフォローもしていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。